野さん、カメラ回してるんでもう一回今の話してもらっていいですか。つい最近 SP 探偵事務所の岸本さんから提供してもらった動画があります。はい。岸本さんはね、名探偵でもちろん、浮気調査もやってんだけど、浮気現場に乗り込んだりもしちゃうんですよ。はい。いつも車の中でそういう行為をしている旦那さんのところに岸本さんが奥さんと一緒に乗り込んだ動画を公開しちゃいますか。はい。今すぐ出てこいよ、こら。じゃねえ。今すぐ出てこいや。ないの。これが、これが。さん、お久しぶりです。あ、どうも。覚えてます私のこと。あ、やっぱりあんただったんですね。いつから、いつから付き合ってんの。やったあれ、なに、あき、つい最近とかっか話しましょう。場所変えて。寒いし。今日は無理だ。いいでしょ。いや。なんて自己中。信じらんない。やることやる、やる、やる時間あるんだ。時間あるでしょう。本当だわ。子供がいる。家族いな。いないんだ。だから住むから。いつから付き合ってんの。どっちから付き合い始めたの。今じゃなくない？別の日にした方がいいんじゃない？いや、今日しましょう。だって、いや、今でしょ。もう探偵さんいるんだし、こんなに。面白いね、しかしね。何が違うの？すごいね、あそこでも、堂々って、ジャンボの駐車場でも堂々ってやってたもんね。ホテルやってないすごいよね、あんな明るいところで。してますね。すごいよ。びっくり。ジャンボにコンドームついたままじゃねえの？臭いね、パンツね。捨てな。ねえ、兄ちゃん。私これコンドームついたままでないのかいって。あ、今洗濯物溜まってる洗濯物。ちょっと喧嘩売らないでもらえます。喧嘩いや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 、だってさ、今、ねえ30分だけ。ねえねえ、奥さんね。はい。浮気してないっていうならこの場でズボン脱いでもらえば。あ、そうですね。そして、私見てあげるよ。いいよ、ここで。足じゃん、こんな冬にさ、寒い中でさ。いや、中でいいよ、私見てるから。いやいや、中とかもおかしい。じゃあ浮気してないって言うんでしょ。じゃあ、ここで見せて。何それ。見せて。してないなら、コンドームのケースはここにあるけど。おかしくないそれ。いや、おかしくないでしょ、あなた言い切るんだから。さ、中でいい、奥さん二人で来て見てみたら。さすがにそれは警察は聞くんだけど。警察呼ぶの。だってあなたさ、浮気してないって話してただけだって言うんでしょ。浮気してないでしょ。どんどん話し合いでしてないでしょ、ここで。うん、だからコンドームついたままじゃないのかいって。私に見せるのはいいでしょ。うん、俺は関係ないから、俺は離れてるから。それ夫婦間の間だから。あんたの分もないところ。寒いし。全部商売でいいじゃん。知らないの、寒いだろ。じゃあここでちょっとだけ取ってもらえばいいじゃん、場所。じゃあ本当に絶対ついたままだよこれ。寒いだってさ、だってねえ旦那さんね、開き直るとか開き直って物をガンガン垂れるけど、自分都合悪くなったら寒いとか言い訳されてさ、面白いね、しかしね。最高だわ。奥さんと夫婦だからさ、二人きりなら見せれるでさ。そうだよ。でも見せれないのはなぜなの。寒いからっていう理由は意味わかんない。来ないから変わんない。別によくないよ。いいよ。どこに行ってきたの。ちょっと行ってきますね。うん。ちょっと見合って。ドア閉める？お姉さん、ドア閉めた方がいいでしょ。これ同じレモンだよ。あ、同じレモンだ。
色で電圧なんかって分かるんですか？いや、前回の音。これすごいよね。すごいっすね。なんかね、岸本さんってラブホにも乗り込んだことあるらしいよ。へー、完全に修羅場ですよね。開き直っちゃう人が多いって言ってたよ。やっぱりそういう行為の真っ最中に乗り込まれちゃうと言い訳できないじゃん。できませんね。もう開き直るしかないんじゃない。ということで、浮気調査をするなら SP 探偵事務所の岸本さんへご依頼ください。間違いない。でもね、ノーさん、ノーさんの奥さんが岸本さんに浮気調査をお願いしたらどうしますか？妻が払った調査費の倍額を岸本さんにお支払いいたします。どういうことですか？浮気調査を止めます。なるほどね。いや、浮気してないけど。なるほどね。人にはね、見られたくないプライバシーがあるから。はいはい。